初期のお産自動車尾産自動車は、かつて現在の豊田市に本社があったバス会社で、愛知県内で最初の本格的なバス会社とされる。通称お三バス。浦野県老を発起人とし、本田松三郎、宮川育太郎らによって1913年に平戸橋名古屋間のバス路線の営業が開始された。営業成績が好調だったことから翌1914年には、 本田を社長としおさん自動車株式会社が設立され、本社はさなげ村小シ戸に置かれた。1930年には営業許可24路線車両保有台数36台を誇る愛知県下最大のバス会社となり、名古屋コロモ館、コロモ岡崎館、瀬戸、小原、田口などに路線を広げている。その後1933年に自動車交通事業法施行により、愛知県においても、 乱立状態であったバス事業者の統合が進む中、お産自動車もいくつかのバス会社を合併した。後に、三河鉄道と愛知電鉄の間で買収合戦が繰り広げられた結果、1937年2月に名古屋鉄道の参加となった。買収価格は、資本金7万5千円に対し37万5千円であった。 折しも同じ年の1937年7月に勃発した日中戦争により1938年には陸上交通事業統制法、1941年には陸運統制令が施行、時世は徐々に事業者の統合へと流れ、1943年に名鉄自動車と合併、会社としての歴史を得た。ありがとうございます。